はしゃぐな。みっともない。あとちゃん、このむっつりコンビきつい。あれ？ん？あら、本当に国賓待遇だったんだ。あれは、社員王女。ようこそ、リクセント公国へ。大少佐が第3ブリーフィングルームへ出頭するようにと。了解した。ラミア、先日の青い突起のことだが。はい。お前、あのパイロットに心当たりがあるんじゃないのか。いえ、なぜそう思われます。勘だ。勘？すまん、気にしなくていい。勘で見抜いたというのか。京介南部、アナドレンナ。陸戦と広告へ。ああ、明後日から地球環境サミットが行われるのは知っているな。そこでお前たちにパーソナルトルーパーでパレードの警備を支援してもらう。陸戦とにも連邦の駐留部隊がいるはずですが。うん、そこはまあ政治的判断ということになるのだろうが、お前たちの期待は知名度が高いからな。しかしアルトはオーバーホール中です。ああ、そう思ってこいつを用意した。これってアルトちゃんに似てるけど。ゲシュペンストマーク2タイプ S だ。接近戦仕様のチューンを受けた量産試作機ですね。ああ、お前とも相性がいいはずだ。詳細なデータはこいつに入れてやる。後で見ておけ。いざという時に役立つだろう。了解です。カイ少佐、自分とラトゥーニ少尉がリクセントへ行く理由は何なのです？憎いわね、ヒロトコさん。あなたとラトちゃんに来てほしいっていう王女様の気持ち分かってあげなきゃ。連邦軍としては DC 戦争時の王女拉致事件の不手際があるからな。殿下の意向を尊重しようというわけだ。了解しました。どのみち鋼の補給とパーソナルトルーパーの修理が終わるまで DC 残党追撃任務は再開できんしな。それとラトゥーニ、アラドの件だが。はい。やはりしばらくは独房から出してやれそうにない。俺の方でできる限りのことはする。だからあまり心配するな。大岡渚のことが気になるのか。
ともかく今はリクセントへ行け。いいな。はい。このリクセント公国はご存知の通り特別自治区となっております。ですが政情不安定な昨今、観光収入も激減しておりまして、王女自らサミットに先立つ祝祭を盛り上げようとなされているわけです。なるほど、ご立派になられましたね。G、午後の茶会に出席される環境 NPO の方々の資料はここに取り揃えてあります。わお、八面六臂って感じ。王女様、ご歓談用のお召し物の用意ができました。ではすぐに着替えます。皆さん落ち着かず申し訳ありません。あ、でも夜会になれば自由な時間もあったりしちゃうので、ぜひご出席くださいまし。 G、 皆様方を副職室へ。かしこまりました。では後ほど。ルドール卿、副職室へとは。こちらが副職室でございます。おお、ここには世界中のさまざまな服が揃えてありまして、老若男女さまざまなゲストの方への対応が可能となっております。そして皆様方をコーディネートいたしますのが、リクセント高級服飾部でございます。お嬢様、これなどいかがでしょう。いや、もうお嬢様だなんて。あら、こっちもいいわね。ラトゥーニ様、これなどがよくお似合いだと思いますよ。あの服は自前のものがありますから。きつくありませんか。大丈夫だ。ライディース様、ルダール卿、名門ブランシュ隊員家のご子息でいらっしゃるライディース様にはぜひこちらを。いえ、自分は軍の礼装がありますし、そもそも夜会などという場は。失礼いたしました。ライディース様、年甲斐もなくはしゃいでしまうなど、ご無理を承知でお願いいたします。今宵の夜会には何卒ご出席ください。そうですか、社員王女が。悪い予感に気に病んでおられるようなんです。では王女の余地あってのご心配だったのですね。はい、他にもご協力を仰いだ方がおりますが、やはり今夜だけでも王女が何のてらいもなく過ごせる方々と、そう考え無理を申したのでございます。わかりました、ルダール卿、我々も今夜の夜会で王女のお供をさせていただきます。護衛という形で。恐れ入ります、ライディース様。それではこちらを。いえ、やはりその服はちょっと普通のイブニングを。久しぶりだね、流星君。だからもう呼び捨てでいいって。じゃあ流星。よし、 EX の追い込みで忙しいとこ悪いな、リョウト。そっちはもう一段落したんだ。軍上層部の意向でマーク3の開発が中止されたから、EX に注力できてね。そうか。で、本題なんだけど、この機体に関して魔王インダストリーから情報が漏れた形跡はなかった。試作機のアルブレードは3機とも所在がはっきりしているし、仮にデータが流出したとしても開発機関の辻褄が合わないんだ。ああ、あれはこの世に存在しているはずのない機体だからな。そう、その表現はある意味正しい。アルブレードじゃなく、その量産型のエルシュナイデにそっくりだ。でもエルシュナイデは。まだ大宮博士が設計中だよ。一体どこのドイツがどうやって作ったのか謎だらけだぜ。謎といえば、ブリッドたちが中国で遭遇した長期人や植物型の怪物も気になるが。長期人も植物型アンノウンも依然足取りがつかめていないようですね。長期人、竜と虎のスーパーロボットか。男のロマンだよな。ま、そっちは安西博士に任せるとして、気になる機体がもう一体。こいつの装甲にはグルンガストシリーズと同じ VG 合金が使われている。テスラ犬と共同で映像の解析をしたんですが、どうやら装甲には自己修復機能が備わっているようです。何？
最新型の三式だってそんな機能はないのに。これは俺の推測だが、あいつはグルンガースとかその延長線上にあってもっと進化した機体なのかもな。進化？リョート、これらの機体についてお前の見解は？呆れずに聞いてもらえますか？おう。非現実的だと思いますが、あれが未来から来たものだとすれば納得がいきます。未来だ？そういう考えもあるか。しかし、いくらなんでも